アナ、何を待っているの？姫子先生、完璧じゃない世界を私の望み通りに変えてみせる。前に進もう。あなたは自分の意志で空の律者の力を抑えた。でももっと早く抑えられてたら。キアナ、姫子先生が見たいのはあなたが懺悔する姿じゃない。あの人が命がけで最後の授業をしたのはあなたを信じていたから。あなたが全てを変えられる存在だと信じていたから。分かってる。もう二度と過去の苦しみに溺れたりしない。姫子先生との約束を果たす。行こう。第二律者の人格は封印されたけど再び目を覚ます可能性だってある。これから先まだまだ道は長い。やるべきことも数えきれないほどあるのだから。一回勝利しただけだよ。これから先道はまだまだ長いんだから。